サンティアゴデ・コンポステーラ。サンティアゴデ・コンポステーラは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオ、基礎自治体。ガリシア州の州都である。コマルカで、サンティアゴ軍に属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は95,671人。2010年、94,824人。で、州内では、B5、アコルーニャ、オーレンセ。 ルーゴに次ぐ5番目の人口規模の町である。住民故障は、コンポスタラン、L、サンティアグウェイズ、ESA、またピケレロ、A などが使われる。本都市を中心に、近隣の自治体アメス、ボケーション、ブリオン、テオ、バルド・トゥブラ、ベドラと、コマルカ、県都市の中間単位、コマルカでサンティアーゴを構成している。サンティアゴでコンポステーラには、自治州政府が置かれ、 ガリシア州の政治の中心であると同時に、宗教的には大司教座が置かれている。旧市街は1985年にユネスコ世界遺産に登録されており、また、エルサレム、バチカンと並ぶキリスト教三大巡礼地の一つでもあり、世界遺産に登録されているサンティアゴデコンポステーの巡礼路の執着地でもある。 ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は35.92%、2011年。聖ヤコブの意外が祀られているため、古くからローマ、エルサレムと並んで、カトリック教会で最も人気のある巡礼地であり、世界中から巡礼者が絶えない。巡礼の街道では巡礼者は、その照明にホタテ貝の殻を荷物にぶら下げる。途中、 教会などが宿泊を提供してくれる。最後のコースは、地面にこ切きれなどを敷きながら、膝だけで歩いていく熱心な信者多い。聖ヤコブは、ガリラヤコの漁師で、弟のヨハネと共に、イエス・キリストに従った。ヒスパニアにおいて、布教活動を行い、エルサレムに帰還後、ヘロデ・アグリッパ一世によって断首され、十二使徒の追う、最初の殉教者となった。その遺体を、 弟子二人が、石の船に乗せ海を果てしなく、さまよった末に、本市付近にたどり着き、埋葬したのが、紀元一世紀半のことであった。これが、聖地の起源であると言われている。そうしてこの墓が再発見されたのは、伝説では、旧世紀に星に導かれた羊飼いが、この地で、聖イやコブの墓を発見し、遺骨を祀った聖堂が建てられ、そこに教会が作られた。これが、 サンティアゴでコンポステイラの町の起源とされ、町の名は、ラテン語の、キャンパスステリー、星野のあるいは、コンジトゥー、墓場にちなんで名付けられたと言われるが、これらは、民間語源の域を出ないものである。ガリシアは、非常に地名が多いため、地名研究が、ガリシア語学の重要な研究分野になっており、それによると、コンポステラの語源は、ラテン語のコンジタに示せ生じ、 エラがついたものであり、意味は、良い場所で、つまり、サンティアゴにとって良い場所、ふさわしい場所ということである。旧市街は、世界遺産に登録されており、7月25日は、サンティアゴ、聖イアコブの日で、この重なりは6年、5年、6年、11年という、周期で起こる。カトリック教会ではこれらの年を、青年、聖イアコブの年と定めている。旧市街を中心に、 祭りが盛大に行われる。またこの日はでもある。巡礼が盛んだった中世、信者を強く引きつけたのは聖遺物と呼ばれるイエスや、聖人にまつわる遺品であった。聖遺物には奇跡を起こす力があると信じられた。聖ヤコ部を祝うミサ。重さ 90kg の航路が人々を清める。巡礼者は辿ってきた、長い道のりを振り返り、聖地に導いてくれた神に感謝する。 またサンティアゴでコンポステーラ大学はスペイン有数の大学の一つでありガリシア地方で最も伝統ある大学であるキャンパスはサンティアゴ旧市街を挟み南と北にあるほかルーゴにもある学生数はおよそ3万人でこれらの学生の多くは市の人口9万人には含まれていないサンティアゴは宗教都市であり観光都市でもありまた学生の街で 修行生の中心でもあるという異なった顔を持つ街である。ここへの巡礼をテーマにしつつ、神の存在を歴史の時間軸を行き来しながら描いたフランス映画で銀河、フランスイタリア合作でルイス・ブニュエル監督1968年というものがある。銀河はこのサンティアゴでコンポステーラへの巡礼の道のことを銀河、天の川に例えたものである。 なお、ガリシア地方では、花崗岩が産出し、この花崗岩を、サンティアゴでは、道路の舗装材などとして利用してきた。サンティアゴでコンポステーラは、アコルーニア県の中南部に位置し、コマルカでサンティアゴに属する。北は、トラッソ、オローソと、東は、オピノ、ボケーションと、南は、ベドラ、テオーと、南から、西がアメスと、西北がバルド・ドゥブラの、 各自治体と隣接、自治体の中心地区は、市街地のサンティアゴデ・コンポステーラ地区。市街地は、モンテペドローソとモンテビソに挟まれ、周囲をサール川とサレーラ川が流れている。市街地の周囲には29の教区が広がっている。サンティアゴデ・コンポステーラは、サンティアゴデ・コンポステーラ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。自治体市長は、 コンポステーラ・ー・ベルタ、CA のマルティーノ・ノリエガ・サンチェス、マルティーノ・ノリエガ・サンチェス、自治体表議員は、コンポステーラ・ー・ベルタ、10、ガリシア国民党、ププデグ、9、ガリシア社会主義者党、ステグ、4、ガリシア民族主義ブロック、BNG、2となっている、2015年5月24日の自治体選挙結果、得票順。サンティアゴでコンポステーラは、 ガリシア自治州の州都で、ガリシア州の政治の中心であり、北部のサンカエターの地区には、自治州の行政を司る、行政府のが置かれ、他にも、自治体内には、様々な機関が置かれている。オレオ通りのオレオ館には、ガリシア自治州議会議事堂が置かれる。また、旧市街のオブラドイロ広場、大聖堂の正面にある、ラショイ館には、首相府が置かれている。 サンティアゴでコンポステーラは、同自治体と、アメス、ボケーション、テオ、ベドラを、管轄区とするアコルーニャ県、第二司法管轄区の中心自治体となっている。郊外には、サンティアゴでコンポステーラ空港、ラバコジャ空港があり、マドリード、バルセロナタの国内主要都市のほか、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどへの国際定期便も発着する。 サンティアゴでコンポステーラ駅は中距離、長距離列車サービスに使用されており、アルビアやアブなどが運行されている。アコルーニャ、フェロル、オーレンセ、ポンテベドラ、ビラガルシアでアローサ、ビーゴなど、ガリシア州の主要都市とサンティアゴでコンポステーラを結んでいる。ガリシア地方で最も歴史のある大学は、1495年創立の サンティアゴでコンポステーラ大学である。1990年に、アコルーニャ大学とビーゴ大学が設置されるまで、長らく、ガリシア地方唯一の大学であった。現在の学生数はおよそ3万人。旧市街を挟んで南と北に2カ所のキャンパスを持ち、ルーゴにも4つの学部と2つの専門学校がある。さらにはいくつかの研究、教育施設を持つ。 旧市街は1985年にユネスコによって世界遺産に登録された。これらの広場では祝祭日に野外コンサートなどが行われる。814年に当時の司教であったにより聖イやコブの墓が発見されたことで、ここには小さな教会が建設され再建を重ね現在の姿に至った。 1077年にアルフォンソ4世が出した建設決定に基づいて、第1期から第3期に分けられ建設されることになり、1075年、司教の時代に内陣より建設が開始された。1075年内陣から建設が始まる。11世紀末より行われた第1期では、白爵秘書でアルフォンソ4世の娘婿であったによって、中断しながらではあったが、 主に東側工人内陣の建設が行われた。またこの時、エステバンが建設に携わったという説がある。第2期は12世紀初頭からで、第1期同様、ディエゴ・ヘルミレスによって建設が進められた。交差部まで工事が進んでいた教会は1105年礼拝室の封建が行われた。1117年には火事に見舞われたが、工事は進み。 1124年ファサード以外のすべての部分の建設工事が終了した。そして第3期は1168年工事に以前参加していたに依頼したことで建設工事が再び主導したことで始まる。1211年4月11日に剣道式が行われ教会は完成に至った。なお、ゴシック様式の部分はもともとあった部分を改造して作られていて、 バロック様式のファサードと主楼の部分は1667年、ゴロペーニャで道路によって修復、建設された。境界構造や装飾は以下の通りである。日正面はフェルナンド・カサス・イのボアの作品で、バロック様式の建築である。そこを抜けると現れる栄光の門は、メストレ・マテーオの作品。門は3つに分かれており、左から、旧約聖書の世界、天国、 新約聖書の世界を表すと言われている。天国、地獄、煉獄であるという説もある。三つの門の真ん中のトリュモーには、エッサイの木や、人姿のヤコブの彫刻がある。また、中央短パン部分には、荘厳のキリスト、受難の道具とまたい、マルコ、ヨハネ、ルカの四人の福音記者、天国に迎えられた人々の彫刻が施してある。プッシュール部分には、 ヨハネの目視録に登場する神の御座を囲む二十四人の老人たちが楽器を演奏しているところ刻まれている。楽器はガリシア地方特有のオルガニストゥルムやバイオリンなどが描かれている。天国の門と呼ばれる北門アサバチェリーア門は上部はネオクラシック様式、土台はバロック様式で作られている。もともとロマネスク様式であったが18世紀ベンドゥーラ。 ロドリゲスらによって再建された。さらに銀細騎士の門と呼ばれる難門は、ロマネスク様式の門に、カテドラル内から持ってきたロマネスク様式の彫像を埋め込んでできている。地下に降りると、ヤコブの墓がある。ヤコブの聖遺品が置かれ、エルサレムから、ヤコブの遺体を運んできたとされている。テオドーロとアタナシウスがその傍らで眠っている。正面奥には、主祭団が現れる。 こちらは、ガリシア・バロックというチュリゲラ様式で作られている。主祭壇では、下から、人姿のヤコブ、巡礼姿のヤコブ、戦うヤコブ、と3変化を見ることができる。ここには、ボタフ名路があり、毎日要正午からの巡礼者のミサと儀式の際には、項がたかれる。ロマネスク様式、ゴシック様式、バロック様式、ネオクラシック様式が混在する貴重な教会である。 10世紀頃から現在まで、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の終着地として、多くの巡礼を迎えている。市内は30の教区に分けられる。太地は自治体中心地区のある教区。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。